天正10年1582年6月2日未明、明智光秀が本能寺を襲撃、織田信長を自陣に追い込み、家督を継いでいた信忠も二条城で葬った。光秀は予定通り主君である信長を討ち取ったのだった。信長を討ち取った今、なすべきことは混乱している京を治めること。そのためには信長と信忠の首を焼け跡から探し出さねばならぬ。信長が本当に亡くなったのかわからない。混乱のどさくさに紛れて逃亡した可能性もある。まだ安心はできぬ。信長の首を見つけ出さねば、割れ目に欠かせず日和見を決め込む輩が数で出てこよう。京にいる織田の残党をすべて討ち取るべし、首を取った者には恩賞を与える。京の僧侶を鎮めるためには、今は徹底して織田の残党を討ち取るしかない。これを一掃できれば京荒れの不安もなくなる。京市街の内武者狩りは徹底して行われた。討ち取られた織田方の武将の遺体は京市街に打ち捨てられ、首は山のように積み上げられたという。しかし光秀の思惑に反し、信長信忠の遺骸を見つけ出すことはできず、京の混乱は続いた。信長の首を見つけ出せれないが、討ち取ったはず。これだけでもよしとするか。京の鎮静化は時間が解決してくれるはず。混乱を収めるために京で無意の時間を過ごすよりも次の行動に移る。柴田勝家や羽柴秀吉らが引き返してきたら決戦となるのは必定。それに備えて味方の勢力を拡大し、各方面を抑えることが最優先事項。政権を樹立するためにも、いつまでも京にとどまっているわけにはいかない。運命を果敢に切り開かなければならない。拙速こそ最も重要。すぐに安土城に向かい、これを攻略する。織田の象徴となっている城を落とせば、天下に我らの強大さを喧伝でき、諸将もなびきやすくなる。信長の首がなくとも、誰が次の天下人であるかを世間に広く示すことができるだろう。直ちに近江、美濃の国衆を掌握する。安土城を落とすより精神して摂津を抑えた方が良いのでは。態度を明確にしていない摂津衆を取り込み、堺を手に入れれば長期戦になった際に経済的にも有利となりましょう。それに織田信孝には長秀の動向も気になります。摂津衆の高山右近、中川清秀は光秀の与力としてその機関に組み込まれていた。当然光秀は高山右近や中川清秀がすぐにでも味方となって馳せ参じてくると思っていたが、彼らは暗に相違して沈黙を守っていた。またこの時織田信孝には長秀は四国遠征のために大阪にいたが、信長の死で兵たちの動揺が激しく、なすすべがなくとどまっていた。摂津衆の奴らは様子見、日和見を決め込んでいるが、ひとまずそれでいい。無論いずれ摂津は取り込む。だがその前に安土城の奪取が先決、摂津はその後でよい。それに筒井順慶からは良い返事が来ている。順慶が味方になったことで摂津衆もこちらに馳せ参じやすくなろう。信孝や長秀に関しては物の数ではない。信長の死を聞いて終生狼狽して雲散無償、我らに立ち向かうだけの軍事力も気力もない。7日もあれば安土城を攻略し反転して摂津に向かうことができよう。そこまで焦ることはない。信長の首は取れなかった。だが安土城を取ることで力を示すことができる。象徴を握ることは重要。日和見の踏むけどもはそれを見て態度を変える。もしかするとだが、情報が錯綜しているために摂津衆の奴らは態度を明確にできないだけかもしれぬ。安土城を攻略し近江を掌握すれば、上杉と戦っている柴田勝家、北条軍に拘束されている滝川一益らの抑えとなろう。その後に反転して摂津を手中に入れ、信孝や長秀を駆逐する。そして秀吉らも抑え込む。秀吉が毛利との戦いを終えて戻ってくるまでには少なくとも50日以上はかかるはず。勝家も同様、その間に近隣を平定する。光秀は安土城を占拠すべく東に向かった。しかしその途中、光秀にとって思いがけないことが起きる。瀬田の国衆で光秀と親しかった山岡景隆が安土城への通路を遮断するため瀬田の唐橋を焼き落としたのである。山岡景隆は瀬田の唐橋を落とした後、甲賀山中へと逃亡した。予想外のことが起きるのは仕方がないこと。ここは焦らず坂本城に入り、将兵に十分な休息を与えればよい。これを時間の損失と捉えるか、休息のための必要な時間と捉えるか、とにかく今は焦らずじっくりと進んでいけば道は開こう。光秀は橋が修理されるまでの3日間坂本城で過ごすことになった。この間に各地の諸将に書状を出して味方を募る。沈黙を守って騎士を鮮明にしない高山右近に宣教師オルガンティーノを使わして味方になるように説得させよう。光秀は摂津衆の高山右近の説得を試みたが、右近は態度を明確にしないことで光秀の申し入れを拒否。光秀は何の成果も挙げられなかった。右近は明確に敵対姿勢を示しているわけではない。時間をかければやがてこちらに着く。
まだ京には織田の残党が潜んでいるはず。これらを京から脱出させないためにも、昇龍寺城を落とし軍勢を入れる。これにより登場するかもしれない羽柴秀吉の侵入も食い止められる。すぐに昇龍寺城を攻略せよ。昇龍寺城は京の入り口に位置する交通の要衝であり、光秀はここを村井定勝の与力から奪い取った。三沢秀次は直ちに昇龍寺城に入り、防備を固めるとともに残党狩りをすべし、6月5日瀬田野から橋を修復した光秀軍は無人となっていた安土城を占領。この時安土城の留守を任せられていた蒲生方秀、宇治佐藤親子は信長の妻子一族を引き連れて日野城にまで退去していた。そのため光秀は無血で安土城を手に入れることができたのだった。それにしても安土城の消失を危惧したが義勇だったわ。安土城を短期間でしかも無血で手に入れることができた。予想以上の果実、金銀財宝だけでなく大量の鉄砲弾薬もある。これらをうまく使って来るべき戦いを有利に進めることができるはず。戦費や武器の調達に悩まず、これから先の行動に移れるのは大きい。これでたとえ兵力面で劣勢になったとしても十二分に戦える。しかも時間的猶予は十分にある。騎士を鮮明にしない奴らをじっくり口説いていけばいい。安土城の金銀を兵たちに与える。これからが正念場だ。戦いは避けられない。戦いに勝つためには将兵の士気は重要。兵たちの士気を上げるのに安土城の金銀など安いもの、惜しみなく全て与えよう。安土城を落とした後は尾張までも手中に入れる。まずは信忠が死んだことで不在となっている岐阜城を制圧する。そのために真澄の野口城の西尾光則と大垣城の氏家直重をこちらの味方にさせる。しかし西尾光則、氏家直重ともに色良い返事は得られなかった。光秀は味方を増やそうとするがうまくいかない。本願寺の権利には拒否されてしまった。あれほど信長を憎み大阪復帰を望んでいるにもかかわらず、なぜだ。それに細川藤高が予想に反して騎士を鮮明にせぬ。あろうことか藤高忠興親子は元結を切って信長の弔意を表したこと。奴らが曲げを切ったことは明らかにわしの行為を批判し関係を断絶しようとする意思表示だが、明確に反抗しているわけではない。ここは怒りに任せず下手に出て奴らを取り込まなければならぬが。この時光秀の誘いに乗って味方になったのは若狭の武田元明、近江の京極高次、信長の直臣で近江州の山崎片家、幕臣の伊勢貞興、近江国州の厚地貞行、田島国州の町田正親、名比家康家らだった。いずれも弱小勢力で光秀の家来同然の者どもに過ぎなかった。味方が集まらないのは単に時間の問題に過ぎぬ。信長が死んでまだ5日も経っておらぬ。この混乱した状況では決断に躊躇してしまうのは当然。時が経ち状況が落ち着き、近隣にわしの力を見せつけさえすれば自然とこちらになびいてこよう。光秀についた武田元明や京極高次はそれぞれ丹羽長秀の沢山城、羽柴秀吉の長浜城を落とした。そこそこの戦果、まず山崎片家を沢山城に入れ、長浜城には斎藤利光を配する。そして秀光にはこのまま安土城にとどまり近江一帯を治めてもらう。これである程度は近江を平定することができよう。高校の憂いはなし。その後はすぐに朝廷の工作に向かう。6月7日安土城にとどまっていた光秀のもとに朝廷から吉田兼美が派遣された。京では未だに混乱が続いていると聞く。朝廷からは鎮静の要望が来ている。ここは速やかに京に戻って朝廷の要請に従う必要がある。京を放置することはできぬ。今最も足りていないのは大義。なんとか信長討伐に対して正当性をもらえるようにする。朝廷のことだからおそらく日和見を決め込むだろうが、そうはさせぬ。我らの大義を認めさせ味方になるように工作する。そのためにすぐに入京する。京を握り信長に代わる天下人であることを世間に知らしめる。6月9日光秀は公家の多くが阿波田口で出迎える中、軍勢を率いて入京を果たした。光秀はすぐに扇町天皇と実人親王に謁見、寛談に及び合わせて銀子500枚を献じた。しかし朝廷は光秀の大義を認めず、政治工作は失敗に終わる。公家らにも賄賂をひとたまばらまいたが、正当性を認めるような返事はもらえず、朝廷は危ない橋を渡らず、結局日和見か。もらうものだけもらって狸どもめ。だがこちらの方が立場が弱いから何もできぬ。つかしたり
脅したりすることもできぬ。これでは天下に権限できるだけの大義がない。だが今日の治安維持を朝廷より要請された。これで今日の支配を任せられたも同様、まず洛中の自治を免除して世間の支持を取り付ける。安土城と京を掌握して力を誇示するだけでよしとするか、あとは近隣を平定してさらに勢力を拡大する。力は我にあり。力さえ示すことができれば日和見を決め込んでいる奴らの味方になろう。信長が討たれた本能寺の変の当日、羽柴秀吉は毛利との講和交渉を進めていた。毛利方の清水宗春が守る備中高松城を水攻めにし、海上交渉に当たっていたのである。その秀吉に6月3日の夜、信長の応志が知らされる。すぐに上方に向かい光秀を討たねばならぬ。直ちに毛利と停戦して光秀討伐に向かう。今まで毛利と講和交渉を進めていたのが幸運。交渉をすぐにまとめても毛利の奴らにそこまで怪しまれないです。秀吉はその日の夜のうちに備中高松城の清水宗春の切腹を条件として毛利と停戦した。信長様お推しのことを毛利が知れば、講和を一方的に破り攻め寄せてくるかもしれぬ。もしものための対処はしなくてはならない。まず岡山城まで速やかに引き上げ、ここで守りを固め毛利軍への備えとする。これからの構想など考えても仕方なし。考えても虎の狸の皮算用。まずは光秀を討つことだけに注力するのだ。さすればおのずから道は開けてこよう。混乱している今の状況を落ち着かせてはならぬ。時が過ぎ落ち着いてしまってはミスるのは光秀。今日安土を掌握した光秀に組みする輩も出てこよう。皆が疑心暗鬼になって互いの腹を探っている今、光秀に力ありと思わせてはならぬ。主君殺しの下道に味方するような下道も出てくるはずはないと普通は考え、だがその下道が出てくるのが人のよう。奴に力ありとなびく奴らも出てこよう。光秀を倒すためには様々な力を我らに引きつけねばならぬ。道義においては我らに有利。光秀に大義はなし。これは疑うところではないが、宣伝工作をしてさらに光秀の悪逆非道っぷりを増幅させる。軍事においてはどうか、これはわからない。光秀がどれだけの兵力を吸収できるか正確には読めない。だがとにかく今は短期間に味方を増やし、それをまとめ上げるかが肝要。それができる器量がわしにはある。世に様々な力はあるが、暴力の力こそ人の心は動きやすい。それを天下に見せつけて、そのための決戦。こちらが決戦をしたければ光秀も受けるしかなし。籠城することはできぬだろう。誰も娘にはこぬだろうからな。今世間は光秀に力があるのか見極めている状況にあり、ここで奴に勝てれば奴は一気に破壊。しかしもし負ければ混沌としてどうなるか。毛利が背後をつくかもしれぬ。それよりも兵糧が気になる。負ければ本拠の長浜城に帰ることもできず、我らは帰任と化す。これを再びまとめ上げることができるかどうか、どうなるかわからない。今は目の前の事柄に集中するのみ。それしかできない。負けた後勝った後のことまで読み切ることはできない。すぐに光秀を討つ。6月4日、秀吉は備中高松城から移動を開始。まずは野殿に向かった。そして6月5日沼城に到着。その後秀吉はすぐに沼城を立ち、大雨の中増水している川を渡り、6月6日夕刻姫路城に着く。正確な情報が入ってくる。なるべく早く光秀を討ちたいが、まずは上方の詳しい情報を得てから。あまりに急ぎすぎれば光秀に返り討ちにされかねない。それに皇族部隊も待つ必要があるし、兵たちにも十分な休養が必要。秀吉は3日間姫路城に逗留し情報収集を行った。この間に宣伝工作をしてやる。中川清秀らに書状を出し、信長様が今だご存命である旨を懸念する。窮地を出して是々まで逃げ落ちたことを知らせる。無論偽情報だが、そんなことなどどうでもいい。少しでも味方を増やすためならありとあらゆることをする。6月9日朝、秀吉は姫路城を出発した。この時点では光秀は秀吉の刀身の動きをまだ知らない。藤高、忠興は何度も覚書を送っても未だに馳せ参じてこぬ。光秀にとって細川藤高忠興親子の動きが予想外であったことは明らかだった。
光秀の娘である玉が忠興の妻であるという縁があったため、自然と彼らが味方に加わるものと期待していた。しかし細川藤孝、忠興親子が光秀の誘いに乗ることはなかった。なぜだ、さらなる恩賞を求めているのか。以下のことをすぐに書状にしたためて藤孝に送れ。貴殿が摂津ではなく田島や若狭が欲しいというのであればそれを与えよう。出馬が無理であるのであれば重臣でもよいから派遣してくれ。信長を討ったのは忠興を取り立てるためにやったことであり、事態が落ち着いたのなら忠興に工事を託すつもりである。すべて次世代のためである。我に知りしよくはなし。しかし細川藤孝、忠興は沈黙を守り、光秀に協力する姿勢を見せなかった。やつが欠かさぬのはわしの家風に立つことを嫌がってのことかもしれぬ。ここでどれだけやつに恩賞を提示してもそのことによってやつの誇りは続く。嫉妬でわしへの憎悪を膨らますだけ。これ以上は工作しても逆効果になる。今は近隣を平定することに注力した方がよい。さすればやつはわしの実力を恐れるあまり嫉妬すら感じなくなり自然と屈服する。その頃光秀に味方することを同意していた筒井順慶だったが不穏な動きを示していた。順慶は光秀の誘いに乗って一旦は軍勢を率いて光秀と合流しようとしたが突如撤退したのである。順慶は偽っていたのか。すでに大阪にいる信孝と手を結んだという噂も流れてきている。順慶が味方になったことで安心して安土城の攻略に向かっていたが、とにかく京に留まり続けることはできない。奴の真意を確かめるためにもすぐに出陣する。郡山城の筒井順慶に使者を送り参陣を促すべし。それとともに洞峠まで出陣して奴に圧力を加える。その後に河内に進出し大阪を包囲して信孝を切腹に追い込む。6月10日光秀は洞峠に向けて出陣した。洞峠で光秀は順慶からの参陣を待ったが返事すら来ることはなかった。この時光秀のもとに衝撃的な知らせが届く。秀吉が京に向けて進軍している模様。まさか奴は毛利に拘束されて動けないのではなかったのか。これが誠なら今まで時間を無駄にしていたに等しい。秀吉がそんなに早く進行するのであれば安土城や近江の平定よりも摂津を掌握する方が先だった。摂津を制圧し信孝とには長秀を待って散らしておけばよかった。そうすれば盤石の体制で秀吉を迎え撃つことができたのに。非常にまずい状況になった。今までは我らは迅速にことをなしてきたが秀吉はそれを上回る恐るべき迅速さ。敵ながら凄みすら感じる。秀吉を迎え撃つためには兵力が少なすぎる。細川藤孝が味方にならなければ小畑などの丹後の国衆どもも動員することができない。細川に封じ込められて動くことはできぬだろう。逆に考えれば細川が秀吉とこうしてこちらに攻め寄せることを阻止しているとも言える。丹後の国衆が細川を封じ込めているとも言える。だがいずれにせよ丹後の国衆を戦場に投入できない。戦力的にも大きな損失。最も重要な時に手塩にかけて育てた丹後の国衆が使えないとは。細川藤孝や筒井順慶らだけでなく光秀の与力であった中川清秀、高山右近も光秀の味方になることはなかった。結局摂津衆の奴らも味方にならなかった。奴らはそれとなく味方になるようなふりをしてわしをたばかり秀吉についた。結局奴らは攻撃を回避するためにお茶を濁して時間稼ぎをしていたに過ぎなかった。まず奴らを打ち果たすことから始めたいが秀吉が迫り来る今となっては時間がない。我らの味方になった者どもは弱小すぎて戦力にならない。軍艦に過ぎない伊勢貞沖までも戦場に駆り出さねばならぬほど兵力が足りない。信長を打ち果たす前に根回しが必要だったから。だがそんなことすれば情報が漏れてしまう。わしの器量と信頼だけでは与力の奴らさえも味方にならぬのは大きな誤算。秀吉が接近してきているが北陸にいる勝家の動きも気になる。まずは守りのために5000ほどの兵力を坂本城などに配置せねばならぬ。残った1万3000ほどで秀吉を迎え撃つ。迎え撃つ地は山崎一帯しかない。この地で防がなければ敵は一気に京へなだれ込んでしまう。おそらく秀吉の方が大軍摂津衆や信孝には長秀の軍勢も取り込んでいよう。劣勢である我らが勝つためには山崎において戦うしかない。勝算はあります。我らが秀吉の進軍を阻止しこれを撃滅するためには天王山と男山を結ぶ地に布陣すればよろしいでしょう。この地は狭隘でわずかの兵力でもっても十分秀吉軍を阻止できます。それだけでなく秀吉軍を街道に押し込んで天王山からの側面攻撃で壊滅させることもできましょう。しかも我らは敵からの側面攻撃を恐れる心配もありません。ここに布陣すれば一生負けることはありませぬ。だが問題は筒井順慶。奴はすでに秀吉と契約を通じているはず。仮にお主の言う通り
天王山と男山を結ぶ地に布陣したとすれば、純慶から背後を狙われるのではないか。そうなれば挟み撃ちを受け一気に瓦解してしまう。その時はその時、まずは地の利を生かして共愛の地に布陣すべきかと。純慶が動く素振りを見せただけでも、これに対処するために布陣をし直さなければならぬ。その隙を秀吉に突かれれば、やはり我らは瓦解してしまう。それに天王山と男山を結ぶ地の布陣は、ただ秀吉軍を阻止するだけに過ぎぬ。我らの挑発に乗って敵が深入りしなければ、大打撃を与えることも難しかろう。敵が警戒して攻め寄せてこなければ、こちらとしては何もできぬ。そして時間だけが流れる。そうなれば状況を打開するため、秀吉は必ず純慶に出陣を要請するだろう。秀吉の要請に従って純慶が来れば、我らは瓦解。天王山と男山を結ぶ地の布陣は一見必勝に見えても、むしろ必敗の策。我らを窮地に陥れるものとなる。ここは最悪の事態を想定して布陣する必要がある。それに時間が経てば北陸の勝家が動き出す。時間はかけられぬ。天王山と男山を結ぶ地の布陣は戦線を膠着化しかねない。あえて戦線を引いたところで布陣して、敵を誘い出して短期の決戦に持ち込んだ方がいい。純慶は二枚舌野郎。秀吉の軍勢に勢いがあると分かれば、秀吉に容易に寝返る。奴が裏切った者として作戦を考えねばならぬ。このままここで純慶のためにとどまっているわけにはいかぬ。翌日の11日、洞ヶ峠にいた光秀は撤退を決断した。下鳥羽まで下がる。先手は山崎まで進出し、淀城を修復して秀吉に備えよ。まさかとは思うが、敵が淀川を遡上して京に向かう可能性もある。それを食い止めるためにも淀城の不審は急務。あとは男山に布陣している軍勢を引き上げさせろ。延明寺川を盾として秀吉を迎え撃つ。土塁や堀の構築を急ぐべし。6月9日以降の秀吉の動きは早かった。6月9日早朝、姫路城を出発した秀吉は、その日の夜のうちに明石に到着。6月11日朝、天ヶ崎に入り、12日夜、摂津富田まで進軍した。ここで秀吉は織田信孝、丹羽長秀らと合流した。摂津にあった高山右近、中川清秀、池田恒興らも参着。これにより、秀吉は3万とも4万とも言われる大軍にまで膨れ上がった。信孝が秀吉と合流してすぐにでも上洛しようとしている。奴らの動きを抑えるため、すでに山崎にも一部軍勢を置いているが、秀吉軍の友軍が昇龍寺城付近にまで進出し、小規模な戦闘が始まった。この時お互い鉄砲の打ち合いをしたという。敵は3万を超える大軍、我らは1万ほどに過ぎず、戦いにはなりません。ここは無念ではありますが、思い切って坂本城まで撤退して籠城戦をしましょう。ここで軍勢を引いたら士気は格段と落ち、籠城しても戦いにすらならぬ。それに籠城戦で勝つためには五詰めが必須だが、その五詰めは全く期待できぬ。ここは腹をくくってこの地にて秀吉と戦うしかない。秀吉が短期間でここまでの大軍をまとめ上げるとは全く想定していなかった。だがまだ十分勝機はあるはず。我らの方が軍勢は確かに劣勢、敵はこれを侮り一気に攻めかかってくるだろう。そこを強固な陣城から圧倒的な数の鉄砲を使えば敵を防ぎきれる。いや、敵を壊滅状態にすることもできよう。しかし秀吉は一気に攻めかかってきますか。用心深い秀吉のこと、大軍だからといってもイノシシ武者のように一気に攻めかかるとは思えませぬ。そのため秀吉を追い立てて攻めかからなければならないように仕向ける。その役目を淀城の別動隊に任せる。作戦は以下の通り、まず敵を天王山と男山を結ぶ地点、すなわち大山崎を越えさせる。ここでは一切戦闘しない。天王山は敵にくれてやる。天王山を越えた敵はそのまま延明寺川と小畑川を利用した我らの防御線に向かって大軍を展開するだろう。そこを淀城にいる別動隊が密かに川を渡り後方に上陸し敵を攻め立てる。慌てた敵は前方の防御線に殺到するに相違なし、そこを鉄砲でなぎ倒していけば勝てる。しかしその鉄砲も連日の雨で思うように扱うことができないでしょう。おとといも昨日も今日も雨、決戦当日も雨かもしれませぬ。無論雨であっても鉄砲は使えますか。火薬の扱いが難しく、晴天の時のように簡単にはいきません。いつもは容易にできることができない状態となれば、多少の混乱を引き起こしかねません。さらに鬼の形相で攻めかかってくる敵兵を見れば、混乱に拍車がかかることは容易に想像がつきます。貨幣の我らが勝つためには、絶対的に運が必要。戦いにとって、最も重要なのは運。決戦の日に雨が上がることを神仏に祈ろう。それに、この雨は敵にとっても弱み。連日の大雨で一帯はぬかるんでいるため、敵の行動は制約されるであろう。それにより、混乱することだってあり得る。敵は大軍といえども所詮寄せ集めの烏合の衆、小さな混乱が波及して大きな混乱となり瓦解する可能性もあり、秀吉や長秀が総大将の信孝を補佐して軍勢をうまくまとめ上げられるかもわからぬ。案外鉄砲を使わなくとも容易に敵は瓦解するかもしれぬ。長篠の戦いの再現をしてやる。
すなわちこの線でもって敵を殲滅する。直ちに桂川を渡り山崎一帯に布陣し秀吉を抑える。6月13日光秀は下鳥羽を出発し、小龍寺城の南西に位置する御坊塚に本陣を置いた。小龍寺城に入ってこもるだけでは兵の士気が上がらぬ。自軍を鼓舞するためにも最前線では清水からが指揮を取らなくてはなるまい。先手は斎藤利光、柴田勝定らの2000、その加勢として近江州の厚地貞行らの3000を置く。近江州は光秀が本能寺の変後に制圧した際に新たに服属したもので士気は低かったという。山の手には成田や水江、町田正知から2000を布陣する。6月13日朝、秀吉軍は摂津富田を出発。そして同日昼頃、決戦の地山崎に着陣した。すぐに中川清秀が無人の天王山を占拠した。高山右近、中川清秀、池田恒興は心当たりの地理に詳しい。我らの本隊は長距離の移動で疲労がある。我らは後ろに下がり、奴らを先陣として光秀を討つ。大山崎を制圧した高山右近はそのまま前進。中川清秀は天王山を降りて同じく前進。池田恒興は淀川沿いを進むべし。ここら一帯は沼地が広がっているために軍勢の早い移動は困難だが、敵が迂回して奇襲することも考えられる。もしものために対処しなければならぬ。光秀に迂回奇襲されることのないように天王山の麓には秀長と官兵衛を置く。秀吉は高山右近、中川清秀、池田恒興らの疲弊していない部隊を前線に立たせ、その後方に堀秀政、丹羽長秀、織田信孝を配した。秀吉の本陣はさらに後方の方石寺に置いた。こうして秀吉は13日の夕刻までに布陣を終えた。この時決戦の地山崎一帯は未だに大雨が降り続いていた。大雨では鉄砲が使いにくい。土塁や堀も未だ未完成。これで秀吉が攻め寄せてくれば防ぎ切ることは難しいかもしれぬ。普通は夕刻からの対戦はないが、今は秀吉が攻め寄せてこないことを祈るのに。明日になって雨が上がれば鉄砲が使いやすくなる。使えれば敵の強襲も防ぎ切れるはず。全軍が布陣するのに早夕刻になってしまったが、今から戦端を開く。時が経てばそれだけ土塁や堀が作られて敵の防備が固くなる。攻めるは軍の被害が大きくなる。なるべく早く戦いを仕掛けた方がいい。ここでぐずぐずしていたら勝機を失うかもしれない。それに今は大雨。守りを固めている敵に攻めかかるのは雨の方が良い。雨であれば敵はうまく鉄砲を使えまい。甲状腺の場合、守りを固めている敵の方が鉄砲を有利に使える。しかも光秀は土城から多数の鉄砲を盗み出している恐れもある。それをこの戦場で投入している可能性は高い。これを封じるには大雨が降り続いている今によって戦うしかない。6月13日午後4時ごろ、山崎で秀吉軍と光秀軍が激突した。まず天王山を降りて前進する中川清秀隊、黒田義孝隊に名比賀や水江隊、町田正知隊が攻撃を始めたのをきっかけに開戦となった。続いて伊勢貞興隊が攻撃を開始。それに呼応して斎藤利光隊も高山右近隊に攻撃を仕掛け、本格的な戦闘が始まる。名比賀や水江、町田正知隊の攻撃を受けた中川清秀隊は劣勢に陥り、高山隊も圧迫を受けた。敵左翼を撃破できる。しかし戦上手の堀秀政が来援したことで秀吉軍は持ちこたえた。敵は雨のためうまく鉄砲を使えないといえども、やはりそれなりに対策して使ってきている。前線は多数の被害を出してうまくいかない。とにかく数に頼んだ前進に次ぐ前進で突破するしかない。中川清秀隊、黒田義孝隊がさらに前進。少々の損害は覚悟の上、人もみに踏み潰してくれ。また淀川沿いを北上した池田恒興、加藤光康隊が密かに遠明寺川を溶かして津田信春隊を吸収した。このため津田隊の増兵が逃げ出して混乱。踏みとどまって敵の攻撃に耐えるべし、やがて敵の攻勢限界点が来よう。それを待って一気に攻撃に転ずれば必ず勝てる。秀吉軍の猛攻は容赦なく続く。やがて混乱した津田隊に織田信孝、丹羽長秀隊も一斉に押し寄せ、
光秀本体の側面を突くような形となった。そのため光秀軍の主力とも言うべき斎藤利光隊が孤立する状態となる。主力で光秀が最も信頼を寄せていたのが斎藤利光隊だったが、壊滅斎藤隊が崩れたことで動揺が全軍に広がった光秀軍はやがて総崩れとなった。黒田義高らの隊と交戦していた町田正親、新狩を引き受けた伊勢貞興、御牧兼明が光秀の退却を支え討死にした。すぐに追撃戦に移れ、昇竜寺城を直ちに包囲して落とすべし、ここで光秀の息の根を止めよう。敗北した光秀は昇竜寺城に逃げ帰ったが、脱走兵が後を絶たず野員に紛れて脱出するほかなかった。この時光秀の周りにはわずか数人から数十人余りしかいなかったという。まずは京に戻り、その後坂本城に入って体制を整え、再び秀吉を迎え撃つ。天は我らに任せず、雨さえなければもう少し時間があれば昇竜寺城一帯に堅固な陣城を築くことができたのだ。多数の鉄砲が使え、土塁や堀が完成したのなら貨幣であっても敵を打ち破ることは可能だったはず。戦いに敗れた光秀軍はじりじりとなった。淀、西岡、鳥羽、久我、縄手など四方八方へ殺到したという。損害が激しすぎる。夜が近いし、このまま追撃しない方がいい。追撃は中止、翌日に持ち越しとする。それにしても敵が思うように鉄砲を使えたのなら、被害がさらに大きくなったことだろう。雨の戦いは幸運だったわ。3時間の激闘の末、勝敗がついた。光秀軍の戦死者は3000、勝ったとはいえ秀吉軍の戦死者も3300に上った。戦いの翌日の6月14日、光秀は小栗栖へと差し掛かったところで落ち武者狩りに遭い、非業の死を遂げることになる。7月2日、光秀らの首は胴体と接続されて京の粟田口で貼り付けにされた。光秀の天下はわずか12日間で終わったのである。